は結構この教育の無償化を本気でやろうとしたら実はそこに必ずぶち当たるんですよね。じゃあ、今でも私学でかなり独自性を持った教育をしています。それよりこの財源が確保されるわけです。もちろんこれはうまい財源が確保されるのかでより充実する可能性は高まる。ただそれは無駄遣いしたら全く意味なくなります。単純に全然違うところに使う。これはやっぱりその経営ですから、そこはじゃあ本当にそれは教育の部分に当てられているのか、あるいはなんかこう社長の報酬が上がっているのか、終わった経営ですから違う。なのでこれは教育をちょっと良くする財源にこれはどう使うことができるかと思って、それで設定をしてますけれども、じゃあその私学も含めた教育の無償化っていうのを本気でやるんだったら、じゃあそのラインってどこなんだろうっていうのは実はすごく難しくて、そこを模索しながら今話し合いをして、そして今の考え方も踏襲しながらやってこの案を作っているということです。なのでこれが絶対正解っていうのは教育無償化を本気でやろうとするとこの金額が正しい金額ってなかなか出ないと思うんですよね。じゃあやらないかっていう選択肢もあるかもしれません。じゃあもういいじゃないの教育とかやんなくてっていうのが一つの考え方だと思うんですよね。お金のある人が行って、そして私学にお金を授業料ね、でも払ってそれでいいじゃないいうのも僕は考え方だと思う。なので、ただいやでも教育本当にお金がかかるし、高校っていうのも 97% の進学もしてるし、で私学高校は私学といえどもやっぱり公教育の役割を果たしてるわけですから、大阪でも約4割の子どもたちが通ってるわけで、やっぱりそういった面では独自の教育をするけど公教育の役割は果たしてやってるわけ、私塾ではないね。まあ、そう考えた時には僕はその今の教育の負担のあり方なんかも考えてる。私学がやっぱり独自にいろんな教育をしながらも教育の負担はできるだけ減らして、どんな家庭だったとしても、まあ、こっちの学校に来たためは高校までそれでまず通えるようにするというのがあるべきだという考え方です。ただ違う授業の完全無償化をやろうという考え方です。だから公約に掲げて今、もっと言うと維新の会は教育の無償化を憲法改正に掲げてますので、基本そういう考え方です。それを、ある意味実現するためにはやっぱり財源も必要になるから、やっぱり財源を生み出すっていうきちんと財政改革もしてやっていきたい。そしてこれはやっぱり財源を使うから公約にも掲げてやるっていうのをやって今がある。じゃあその私学というのは当然経営の自由があるので、どこが最適解なのかっていうのは実はこれはもうすごく難しくて、今までいろんな制度を重ねてきて100制度は維持しますけれども、維持しないと無償化になるから維持しますけど、これが今現時点での僕は話し合いを含めた到達点としては正しい解、ただそこからまたいろんな考え方も含めていろいろブラッシュアップっていうのはいくつあるだろうと思ってますけど、だから本当にこう突き詰めたらもうある意味私学含めた教育の無償化やりますかやりませんかというところに詰めたらと思います。僕はやりますという派、やりませんという派からすると違うよねっていうのはその通りだと思うんですけども、ここから考え方の違いだ。社会全体として教育の無償化を目指しますか目指しませんか、どうしますか、ここが大事なポイントだと思う。僕は目指しますっていう考え方で公約に掲げたからやってもらう。じゃあそれ 100% 完璧な制度なんですかと言われると、じゃあその完全な金額でいくらなんですかのこれはないわけだから、それをどうやって構築していくのっていうので、いろんな団体とも話をしながら、議会の意見を聞きながら。吉村大阪府知事の話は、大阪は全国の都道府県の中でもトップランナーを走っているかのようなものいいですが、本当ですか？大阪の話はあまりしませんですけど、ちょっとだけさせてください。私学、私立高校は無償で行けるようになったんです。ずっと赤字だったんですよ。でもそれまではできてきませんでした。でも改革で財源を生み出して、今は私立高校を無償で、完全無償で行けるようになってます。なかなか厳しかったんです。その中で、今、私立高校の無償化という、完全無償化というのを実現させています。ください。私立高校、無償で行けるんです。私学の無償化っていうのを一番最初にやって、完璧な無償化を今やってます。高校をやったからできたんです。例えば、私立高校、今、完全に無償化で行けます。何をやったかっていうと、次の世代への投資。例えば、私立高校の無償化っていうのはもう完全に今実行してます。完全無償です。大阪では私立高校の授業料、無償になっています。これ47都道府県で、まだまだ大阪だけで完全に無償にしているのは大阪だけです。私立高校の授業料の無償化、これ全国47都道府県で大阪だけが完全に無償にしてるんです。私立高校の授業料の無償化、大阪では今完全に実施をされています。47都道府県の中で私立高校の授業料を完全に無償にしているのは大阪だけです。私立高校の授業料の無償、これ47都道府県の中で完全実施をしているのは大阪だけです。そして私立高校、
これ授業料無償です。これはね、日本の中でも大阪市だから完全に私立高校の授業料無償にしているのは大阪だけです。これ年間50億円かかってるんですね。私立高校の授業料の無償化、これ47都道府県の中で完全無償にしているのは大阪市だけです。馬場代表、私立高校の授業料無償化、これ全国47都道府県で大阪だけが完全無償にしているんですとおっしゃってますが、本当でしょうか？所得制限とかかけていないでしょうか？SNS 等でね、なんかその街頭演説している、まあ、映像流れてますけれども、まあ、その言いぶりというのはありますよね。その選挙の時ですから、私がそれ国会で公の場で質問したりとか、そういうことをしているということであれば大問題ですけれども、もちろん括弧書きの中に所得制限はありますけれども無償、完全に無償化していますと、該当者の皆さん方には完全に無償化していますという意味合いでね、言ってるんです。ですから、その街頭演説で一言一句合っているか合っていないかということを追及しだすと、まあ、多くの政治家にいろんな齟齬が出てくると思いますよ、私は。だからその方向性を理解してほしいために私はそれを申し上げているわけですから、まあ、その一言一句とらまえてですね、馬場がこう言ってたからおかしいとかね、まあ、そういうことは選挙の時にはまあ多々あることですから、あまりそのこう使用抹殺をまあつくというようなことはおやめになった方がいいと思います。高槻市がね、もうだいぶになるけども、小学校すべての学年で35人学級っていうのをね、実践してるんですよ。もうものすごい市が努力してやってるしね。そうするともう明らかに子どもたちの学ぶ意欲とか学力水準がね、上がっていってるっていうデータが出てるんですよ。もう教育委員会も大阪府もね、認めてるんですよ。だけども、その取り組みは国の仕事です。こういうわけですよ。全国の都道府県が努力してるんですよ。なのに大阪はそれをしない。こういうところにね、端的に僕はね、現れてるなというふうに思う。ほんで、表向きはね、私学の授業料を無料にしましたなんて言うてね、大学の授業料まで無料にしましたみたいな話をね、選挙のたんびに吉村さんなんか京都行っても東京行ってもね、バン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 やってるわけですよ。でね、それは選挙で言うのもいいけども、事実を言ってほしいなと思うんやけどね、実は私立の高校の授業料の助成金っていうのは、国がね、一定のちゃんと制度としてあるんですよ。だから国制度で利用できてる人が一定数おるんだよ、もともと。で、それに加えて大阪府がちょっと支援をしてるから、確かに対象になる人はちょっと増えてますよ。だけども、私立の学校へ通ってる人の半分ぐらいしかそれ利用できてないのが実際ですよ。所得制限があるからね。で、しかも、これね、私立の高校なんていうのは授業料だけじゃないでしょ。入学金があるし、だから諸費、納入がいっぱいあって、で、それ以外にもいろんな、それこそ修学旅行行くんでも特別なお金がかかったりとかしますやんか。で、そういうものは一切なしやからね。で、しかも、この授業料の支援も、結局申請をして認められて、4月入学した時にはお金もらえるんじゃなくて、9月が10月頃になってやっと振り込みされるわけやから、4月の当初に入学金と授業料は全部お金用意して親がね、払わんことには学校行けないわけですよ。だから、とてもとてもね、無償化してるなんていうことじゃない。ね。確かに私学だけで言えば全国よりは少しいいかもしれません。日本共産党の内海君人です。しかし、公立高校はどうでしょうかか。吉村知事に質問いたします。学校現場では、昨年度の突然の一斉休校と学校再開後の行事日程の変更や、長期休暇の短縮、土曜授業の実施、常時マスク着用を求められ、会話や触れ合いを制限される学校生活によって、
子どもたちのストレスが高まっています。そうした中、2020年全国の児童生徒の自殺は前年を100人上回る過去最多の499人となり、とりわけ高校の女子では前年の80人から140人と 75% 増加です。深刻な状況です。そして教員の負担も深刻です。そのような状況で府立高校では生徒数やクラス数の減などの理由はあるものの、教職員定数は年々減少しています。とりわけ養護教諭の減少は深刻です。特に今年度は昨年度養護教諭が複数配置されていた72校が53校へ、19校も減っています。コロナ禍の元養護教諭は激務が続いています。現場では養護教諭だけで対応できない部分は職員集団で保健委員会を構成し、他の教職員が保健室の業務のフォローに当たるなど、影響は学校全体に広がっています。特に保健室が閉まってしまう瞬間もあります。生徒の安全、健康と命に直結する問題です。教育庁としては、国の、標準法の範囲内の定数を実情に即して効果的に配置しているとのことでありますが、コロナ禍の状況からしても、府独自の財政措置も行い、不費負担での養護教諭の配置増を行うべきだと思いますが、知事の考えをお聞かせください。はい、吉村知事。府立高校の養護教諭についてですが、これは教育庁において生徒数だけを基準として配置するのではなくて、学校のそれぞれの学校の実情、これに応じて心身の健康課題を抱える生徒数であったり、あるいは医師や地域の関係機関と連携した継続的な支援の必要性、等々の要素を踏まえて複数配置をしています。800人かどうかということではなくてですね、複数配置をする、まさに実態に合わせて判断をしているというところであります。またコロナの影響を踏まえまして、生徒がさまざまな課題に対応するために国に対しては教職員の定数の改善を要望しているところです。現時点で府単独での配置ということは考えておりません。はい、宇宙民。国の標準法では生徒数801人を超える学校では複数配置するのが基準です。ところが生徒数が801人を超える学校でありながら1人配置になっている学校が31校あります。一方、府教育庁は課題が多く必要性を認めている学校では国標準法の枠を超えて800人を下回る学校の37校で、今年も複数配置を行っています。養護教諭の複数配置というのは生徒の健康管理と安全にとって極めて重要な課題であることは明らかであり、だからこそ教育庁はこれまでも、そしてこれからも800人以下の生徒規模の学校でも複数配置を行っていくことだと思います。そうであるならば、せめて標準法に規定する複数配置に府として責任を果たすべきであり、ただ逆にですね、この国の定数配置とは異なる方向性で、800人以下のところの学校であったとしても、その学校の状況ですね、学校によってやはり状況が違いますから、人数だけで判断できないところがあります。学校の実情に応じてその課題を抱える生徒さんが多い学校であったり、その必要性を踏まえて800人以下でも国の定数とは違う、それを超えて複数配置している学校もですね、これは32校ございます。なので学校の実情に合わせた配置をするということが、子どものこの教育の観点からも適切だろうというふうに思っています。先ほどの私の質問の中で、複数配置ができてないところ37校と言いましたけど、31校の間違いですので訂正しておきます。府は必要があって複数配置をしているという現実がある、わけですから、今現在800人を超えて、おる学校で複数配置ができていない、そのことに対してやっぱり府は責任を負うべきだということを改めて指摘して、その配置を強く求めて次の質問に移りたいと思います。府立高校の再編整備計画について質問をいたします。まず今回提案されている島本、松田、泉、鳥取高校3校の募集停止については、条例でいう
3年連続募集定員割れが続き、改善の見込みがないという規定に加えて、さらに今後の中学校卒業生の減少を挙げております。しかしこれには矛盾があります。2017年は24校で募集定員割れ、その後も毎年30校から40校ほどの高校が定員割れとなっています。これは2011年の私立高校授業料無償化拡大の影響で流動化が起こっている以降、それまで講師比率はだいたい7対3程度の住み分けを行ってきた。それを廃止したことにもよります。それ以降、講師比率はおおむね6対4程度になっております。また2014年度から通学区割の全廃など大きく影響していることは明らかです。こうした政策的影響が大きいもとで、条例のあり方そのものを見直しをするべきだと私は思っておりますが、講師比率が変わってきているのはまさにこれは高校生、学生、中学生から高校に上がるにあたって自分の行きたい学校に行けるようになっているということなのではないかというふうに思っています。まさに選択する側は生徒の方ではあるというふうに僕は自身は思っています。でその中で、全体の母数なんですが、やはりこれは大きく減少してきています。府内の公立中学校の卒業者の数ですけれども、昭和62年には14万8千人いましたが、これどんどん減少して、平成29年にはその半分の7万4千人になっています。さらに令和12年には6万人に減少していきます。今後ますます少子化は進んでいくという状況です。その中で府立高校が多様な学習の活動であったり、あるいは活力のある教育活動を展開していくために、また教育上の効果を上げていくためにも適正な規模を維持する必要が、これは教育的観点からあると思っています。教育委員会においては府立高校の適正な配置を進めてもらいたいと思います。またこういった現状を踏まえた上で、府立学校条例の22項については見直す考えはありません。はい、内海員。そもそも高校で学びたいと願う子どもたちの学ぶ権利を保障するために設置されている公立高校の定員にはゆとりがあって当たり前であります。志願者が定員に満たないことは募集停止の理由には本来なりません。府教育庁は毎年通学進学のセーフティーネットと称して、公立私立の募集数の合計が進学予定者数を上回ることを基本にしております。先に入試を行う私学の一部で定員をはるかに上回る合格者を出している状況もあります。公立高校の一部で志願者が定員に満たない状況が生じるのは、これはある意味制度上の必然でもあるわけです。学びたいのに行き場がない子を出さない、そのための制度を理由にして学校を潰すというのは全く道理がないと思います。また通学区が撤廃され、進学指導などの特色ある学校が設置されるなど、府の施策によって府域全体で偏差値による競争と学校の序列化が進められ、いわゆる二極化現象といわれる状況の下で、府の周辺部に位置する学校や高校進学を願う子どもたちの最後の砦といわれる学校が志願者が定員に満たないという状況となるのは明らかです。府域の周辺部の学校は学ぶ権利を保障するだけなく、地域の学校として重要な役割を果たしております。なくしてしまえば地域の街づくりの上でも地域の風格、いわゆる都市格の点からも重大な損失となります。阪南市長からの要望書にも、府内で私立を含めて高等学校のない市は存在しない中、同校は重要な社会資源であると強調されているわけであります。加えて通学区割の撤廃は、一方で生徒と保護者には通学にかかる時間的負担と金銭的負担が重くのしかかっています。その負担を考えると、負担の少ない地元の学校に通いたいというのは当然の要求です。地域の高校の廃止はその選択肢を奪うことにもなります。また第3に、府教委は普通科高校の募集学級数を
6クラス以上としていますけれども、全国的には1学年、2学級から4学級の学校も少なくありません。また、1学級の定員を40人として募集を行っていますが、多くの都道府県では少人数での募集が行われており、OECD 加盟国の多くは20人余りとなっているのが実際です。少子化を理由に学校を潰すのではなくて、少子化をチャンスとして捉え、少人数学級の実施、あるいは学校規模の縮小など、一人一人に行き届いた教育のための条件整備、改善こそを行うべきだと私は考えております。地域や学校関係者と十分な協議を行うべきです。1学年のクラス編成の柔軟な対応、少人数制のクラス編成なども含めて、あらゆる手法を検討すべきであり、そのための時間を確保するために、参考募集停止は一旦撤回し、関係者と協議をしっかりと行うべきです。そして、そのことが担保される条例にすべきではないかと思っております。この条例の中にもですね、その学校が所在する地域の特性、その他の事情を総合的に勘案するというふうにも規定もされています。そして、何よりこの子どもの教育の環境ということを中心に考えていく必要があると思っています。教育の効果を上げていく、やはり適正な規模の維持が高校教育においては必要だと考えています。先ほど申し上げた通り、子どもの数はもう半分以下になっているという状況です。で、学校の数だけがそのまま残るということも、やはりこれは子どもの教育的観点からすれば、僕は違うんだろうというふうに思っています。大阪というこのエリアの中でですね、大阪府っていうのは日本で2番目に小さい都道府県で、交通インフラも発達もしてますが、この大阪というエリアの中で、子どもの数も半分以下になっているという現状で、そして子どもたちが行きたい学校に行けるようにすると、私学の無償化なんかまさにその趣旨ですけども、行きたい学校に行けるようにすると、そして教育上の、府立高校において教育上の効果を上げていくというにも、ためにも、やはり適正な規模を維持する必要があるというふうに思っています。学校が多ければいいとか少なければいいとかそういう問題じゃなくって、本当に地域にとって必要な学校のあり方、これを地域としっかりと議論をする、そういう内容が含まれていない条例が私は問題だと言っているわけであります。そして今回の参考の問題にしても、結局将来にわたって子どもの数が減っていくということをあたかも当然視していることがもう一つの問題です。地域にとってみれば、その地域で子どもの数をどれだけ増やしていくか、そこに真剣に取り組んでいるときに学校を潰すようなやり方はやっぱり、府としてやるべきではないし、そしてそれを助長するような条例は改めるべきだということを強く要求して、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。